こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。昨日から箱根行っておりましてね、たった先ほど帰ってまいりました。今日はね、そんなに混んでませんでしたね、帰りは。でもまあ途中でちょっと休んだりして2時間半くらいで、帰りましたね。そんなことで、まあ昨日京都箱根行っておりまして、やっぱり空気がいいね。空気がいいとなんかこう生きてるっていう実感が強いね。ね、箱根の方もおかげさんでスイッチバックカフェがね、いやー今日も大盛況でございました。やっぱり、まあ、11時からね、オープンしてるんですけれども、11時から4時までですかね、今時間は。今日なんかもね、11時に近くの旅館の従業員の女性の方がね、来られて、それからまた次々と来られましてね、やっぱり一番はその、なんていうの、こうね、近くのまあとってもいい旅館なんですけれども、でそこの従業員の方がおっしゃってましてね、いやーこのスイッチバックカフェは評判になってるんですよっていうね、そういう、まあ、近くの、まあ、いい旅館のね、従業員の方の間で評判になってるんですよというね、お話をまあ聞いたんですけど、まあでも嬉しいですね。やっぱりこう評判になってる以上はね、まあそれに応えなくちゃなんないからね。まあ意図的にね応える必要はないし、まあ自然に、自然のね、自然体っていうんですかね、でまあ対応して誠心誠意お客さんにそのね、サービス、それから食べ物のまあ提供する食べ物のね、やっぱり真心を込めて作って提供するというようなことが大事でございますね。でまあね、箱根の方はその旅館と、まあ、スイッチブックカフェと、それからね、箱根レコーズっていうレコードのセクションもあるんですけれども、かれこれ今までどのくらい10ダブルくらい出してますかね。まあ、去年はね、箱根駅伝の歌を出したんですけれども、で、ね、来年の1月の下旬には、この前からお話してます箱根式の歌っていう、これをまあリリースするんですが、やっぱりね、何でもかんでも東京発っていうね、そういう時代ではないんじゃないかなと思うんですよね。ましてね、この、まあ、音楽とか芸事っていうのはね、やっぱりね、その人その人、その土地その土地のこだわりだからね、そのこだわりがね形になって出ていけば、まあ、一番ベストなわけですよね。だから、まあ、これからね、やっぱり、まあ、このコロナがね、まあ、今のところ落ち着いておりますのでね、まあ、安心はできないですけど、まあ、このままの状態、ね、状況で行っていただければいいなと思うんですが、やっぱりね、コロナでかれこれ、まあ、2年くらいですかね、やっぱり世の中の状況が変わっちゃいましたよね。だからこの音楽もですね、やっぱりそのね、コロナでどうなるということではないんでしょうけども、まあ、一つのきっかけとしてね、私はやっぱりその、地方から音楽を発信するっていうのがね、やっぱりこれからとってもなんかこう大事な、まあ、一つのこう持ち味なんじゃないかなと思いますよね。ですからね、まあ、エスプロレコーズということで全国発売はしてるんですけれども、まあ、箱根の方もね、全く基本的には一緒なんですが、全国発売してるんですが、やっぱりこう箱根という土地柄ね、
そういう一つの、特徴を、生かしつつ、必ずしもね、その箱根に関連した、歌だけを出すってわけじゃなくて、基本的にはどの歌も、出していくんですけれども、私はね、なんかそういう、こう東京ではなくてね、そういう地方のね、ある場所から、今後なんか音楽がね発信できて、その音楽がねこう全国にこう普及していくんじゃないかなっていう予感がとっても強くしてますね。やっぱりこうなんていうのかな、こうね東京でいろいろやってるのと、ね、例えば箱根でやってるのと、今頃はねこの、パソコンとかねネット社会だから、どこにいてもね基本的には一緒なんだけど、なんかねやっぱりこうね箱根なら箱根のこのね新鮮な空気の中で、感じる、ね、そういう感じ方から音楽が出ていくということになると、やっぱりねなんかいいよね、自然で意図的ではなくてね。だからやっぱりそういう、ね、意図的な音楽っていうのはもういいんじゃないの、ほどほどで。だからやっぱりこう人間のねこの感じ方の、心の深いところから自然に出てくるね、そういう叫びを感じ方をこれから音楽に、していければいいなと思っておりますけれども、またねそうなるんじゃないの、音楽の流れとして。ぜひそういう考え方にこだわってですねやっていきたいなと思っております。ありがとうございます。